ユンカースジュモ205ディーゼルエンジンユンカースユモ205はユンカース元連射が開発した2ストローク対抗ピストン式直列6気筒12ピストンの液冷ディーゼルエンジンで実用に供された数少ない航空用ディーゼルエンジンである前作であるユモ204ではこれ以上の性能向上は望めないことが明らかになり1931年より後継機の 制作が計画された。試作機はユモゴ5と呼ばれ、1932年12月1日から1933年春にかけて最初の試験が行われ、テストベッド機のホッケウルフ A17 に搭載された。1934年よりユモ2 0 5の設計を開始したが、実用化までに様々な問題を解決しなければならなかった。 頻繁に発生したピストンの焼き付きに関しては、ピストンの金属の材質を変えた。また、上段ピストンのピストンリングは、通常の役割とともに、圧縮の際に、下部のピストンを受ける役割も持っていた。本機について、ドイツルフトハンザは、耐久性の高さと燃料消費の少なさに高い評価をしていたが、戦闘機に搭載した場合には、 スロットル操作に対しての緩満な反応やトラブルの多さが問題となった。このため、長距離飛行を伴う旅客機、偵察機や哨戒機に搭載された。後に、ターボチャージャーとインタークーラーを備えたユモ200バイトに発展し、ユンカース1 8 6 p r 高高度偵察機に搭載されている。ありがとうございます。